お。お姉ちゃんいないね。いないね。まあ人間2、3日食べなくたって死んじゃうわけじゃないけど、もしあんまり長引くようならちゃんとお父さんお母さんしてあげなきゃな。わわわわわ。そうね。そうか、萌えちゃん失恋しちゃったもんな。じゃあいただきます。いただきます。そりゃそうだよな、失恋して翌日ごちそうさまでした、のこのこ朝ごはんおいしい、いただきますとか言ってたらおかしいもんな。おいしい、いただきます、逆だな、いただきます、おいしいだな、どっちでもいいよ。さあ今日はすっごい楽しみにしてることがあって、楽しみというか、うん、これはどうしてもね、やらなきゃなっていうことが一個あります。いつぞやの僕夏の動画で、おっと、その前にタコ揚げうまくいったからタコの注文しないと。まずこのタスクを、もう手前のあれお紫じゃないんでしょ、なんたらなんたらもんじでしょ。はい、僕オオカミ、それじゃないんだよな。そうかい、なかなか面白い娘さんだろ。面白いというか変なお姉ちゃん。それ面白いって言うんだよ。確かに。それじゃない。え、なになに、鳥だこが欲しいのかい。そう。よしよし、じゃあ2日ほど時間をください。うん、あ、そうだ、これも僕初めて知ったんですけど、どうやら僕夏ってエンド分岐あるんですね。僕ずっとエンディング1個しかないって思ってたんですけど、どういうゲームの進め方しても同じ。あんたの町にある駄菓子屋ってどんなもの売ってるの。めんことかボールとか感触玉とかベーゴマとか。なんだ、食べられないものばっかしじゃない。そんなものこの年まで未経験でも困らなかったはずだわ。田舎の子って本当に駄菓子屋知らないんだ。そうよ、お菓子もたくさん売ってるんだよ。せやで、お菓子以外のことを聞いたのかなって思っちゃうじゃん。じゃなくて、そう、エンド分岐あるんですね、初めて知りました。うん、なんか例えばタコ揚げでどれぐらいの成績を出すかとか、あとはなんだ、こういうトウモロコシのお手伝いをちゃんとやったかとか、そういうのでエンディングが分岐するらしい。せっかくなら最善のエンドを見たい気もするけど、もういかんせん夏休み半分以上終わっちゃってるからな。うん、トゥルーエンドいけるのかな。エンディング5個ぐらいあるらしいですね。うん、あ、そう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 、こっちじゃないわ、全然こっちじゃないわ。狼娘にも会うべきだけど、今日はそれどころじゃない。そう、何を試したいかっていうと、いつぞやね、いつぞやのパートでね、僕が虫相撲で50勝すると隠しマップが解放されるっていう噂を聞いたみたいな。で実際に虫相撲50勝したけど何にもねえじゃんっていう風に、誰だよそんな噂流したやつっていう風に言ってたんですけど、違った、違いました、ちょっと調べました、もう。うん、どうやらある条件を満たすとガッツくんが秘密の最終兵器っていうのを出してくるらしいんですよね。うん、でその秘密の最終兵器を出してくる条件としては、とりあえず最初は僕からだって、虫相撲で勝ちまくってるとキングのランクで、じゃあガッツ君がこれでいいかな、どうやら秘密の最終兵器っていうのを出してくるらしいんですよね。で出してくるためにはある程度日を進めなきゃいけない。何日以降だったっけ、15日以降、15、6日以降まで進めるみたいな。でも現時点でこれ19日目だと思うから、その条件は合ってるんですよね。で虫のサイズが60ミリ以上で、レベルみたいなのがあるみたいで、レベル6以上で、レベル6っていうのは虫相撲で確か45勝とかそれ以上すると
レベル6判定になるらしいんですよね。でレベル8まであるみたいなんですけど、その基準で考えると僕が使ってるこいつはもうレベル6に達してるんですよね。でこいつを出す。でどうなんだろうな、キングのまずこいつと戦ってみるか。こうやってキングランクで戦いまくってるとガッツくんの番になった時に秘密の最終兵器ってのを出してくるらしいんですよね。まあとりあえず戦ってみよう。これで負けたらもう今日はおしまいだわ。あ、つついた方が良かったかな。うわこいつ強え、マジで全然スタミナ減らねえ。技仕掛けて、あでも両方とも譲らずって感じだな。いいね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 、いけ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 、ちょっと虫相撲で、あいけ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 、よっしゃ、強くなりたいよ。キングで初めて勝った。じゃあ次は俺の番ね。ガッツ普通か、普通の虫か。まあ、とりあえず、あれ、強ランクになってない、これ。キング。あ、キング1日1回か。じゃあ、こいつでどう？なるほど、キング1日1回か。なるほどな。じゃあ、また日を改めてって感じか。じゃあ、今日は無理か。まあ、とりあえず、この虫のランクを上げたいんだけど、あと、物量でも勝負できなきゃ意味がないらしいんですよね。意味がないっていうか、その秘密の最終兵器が強すぎて、あと虫効果もうまいこと使えみたいなことも書いてあったな。どうしようか、とりあえずレベル8ぐらいまで上げようかな。とりあえず勝てばレベル上がるみたいなんで、そのランク関係なしに。で弱いに関しては1日15戦ぐらいまでしかできなかったんだっけ。うん、まあとりあえずちょっと弱いランクでカットも挟みつつ勝ちまくります。勝てるだけ勝ちます。じゃあどーんといけお茶の子さいさい、この野郎弱いランクで負けたよ、このクソファットに。マジか。まあいいわ。で、あと、それなりのデカさの虫を、たくさん手に入れて、で、こういうね、虫交換で、交換しまくって、で、強い虫をたくさん手に入れとくと。で、基本的にこの虫相撲、今やったみたいに、うん、一回負けてしまうと、もう二回目出せないんですよね、こいつ。これ、出そうとするとこういう感じでブーってなるんで、一回負けた虫は出せないと。だからそう、秘密の最終兵器に勝つためには、まあぶっちゃけ言うと秘密の最終兵器倒してもその次にもう一体出てくるんですけど、秘密の秘密の最終兵器っていうのを出してくるらしいんですけど、その二体がめちゃくちゃ強いと。でそいつに勝つためにはある程度の数の虫を用意しといて、うん、でそいつを順番に使っていって立ち向かわないと勝てないみたいな。だから虫をたくさん捕まえておく必要がありますね。今までね、薬注入しまくってたけど、それやらなかった方がいいね。うん、だから今回のパートは、あの狼娘氏に会いつつ、でかい虫を探すと。で、なんだろうな、メスのカブトムシとか、ああいうのも、技を発動すると、それ最終兵器にも立ち向かえるとか、なんとか聞いたんで、うん、それも試してみたい。で、そのね、秘密の最終兵器倒しの、秘密の秘密の最終兵器倒しのすると、僕が、解放されないなって言ってたマップがようやく解放されるらしい。じゃあまずこのくぬぎみを。なんか、でその秘密の隠し通路、その先に何があるのかっていうのはそこまでは調べてないです。それに僕もね、やっぱり行ったことないんで、その秘密の最終兵器出してくるっていうこと自体初めて知ったんで、だからその先は知らないまま。いねえじゃん。ちょっと蹴ってみよう。
これどう？お、大きそう。これでかい？でかくねー。超でけえじゃん。今使ってるやつと同じサイズのノコギリクワガタ。ちょっとこいつはいただき。2回連続出てきてくれないですかね。どうですか？いないか。砂糖水塗っとこう。今回は虫回収パートだな。あと狼娘氏にも会わなきゃな。うん。そっか、これあるんだったね。この先に、もう一本クヌギの木があるよね。これちょっと、聞けるこれ。これは調べれないのか。あ、やばい、日が傾いてきた。この先のもう一本のクヌギの木も、チェックしたいな。狼娘おるか？おる？お、おる！いるいる。来たよ。なのよ。お姉ちゃんがテントにおいでって言ったんだよ。テントの中にいろんな本や面白いものがあるから勝手に見ていきな。出張図書館ですか。いいですね。嫌いじゃないよ。テントの中には実にたくさんの本や写真、そして可憐な花や草木の絵などがあった。絵うま。テントの中に本ってどんなお話なの？高尚で難解で不穏な自然科学の本とか、ラブでピースで火星なイデオロギーの本とか、そして私の愛する狼君の本などなど。綺麗なお花の絵があったんだけど、誰が描いたの？私だよ。絵うまいっすね。西岡すみこだよ。テントの中の本じゃねえ、絵を描いたのはどこのドイツだい？私だよ。ボケるなら噛むなよって話だな。よし、クヌギの木見よう。どこだっけ、クヌギの木。これどこだったっけ。どっかあったよね。どこだっけ。あと大紫は井戸のマップに。ここじゃねえな。この先やっぱ行けるみたいなんですよね。その行くためには、うん、ガッツのね、ガッツくんの秘密の最終兵器倒さなきゃ。あれ、ここじゃなかったっけ、クヌギの木。ここだっけ、これだっけ。え、違ったっけ。まずい。どっかあった気がするぞ、クヌギの木。なかったっけ、ここ違ったっけ。あっこと、もう一箇所と、なんじゃ、ひまわり畑の方の、あの辺だけか。気のせいか。マジかマジか。ちょっともう、こうなったら、もう一本の、おじが出てくる前に、もう一本の別のクヌギの、ああ！はい、今日の遊び時間は終了。もう晩ご飯ができていまーす。椅子から飛び上がってしまった、今日は。くっそー。あ、萌えしおる。落ち込んどる。萌え姉ちゃん、なんで寂しそうな顔してるの？バカタレ。まあまあ、さ、早く食べましょう。じゃあ、いただきます。いただきます。デリカシーのかけらもなしかよ、このクソガキ。今日はまあやりたかったことはあんまりできてないけど、狼娘ルートはちょっと進展したかな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごち。萌え氏の部屋にも行けるか。ん？おびくした。なんか会話があるのかと思った。ちょっと萌え氏の部屋。おい、頼むよ。頼むよ。まあまあまあ、でもこれほっといたら、ちゃんと動くから、待つよ。いくらでも待つよ。待ってる間、何か雑談しましょうか。ああ、行った。萌え氏の部屋。ちょっと待って、おじにもなんか、
面白い話ありますか？女の子の心理って男にはわからないもんな。わかるよ。何の話？思春期の娘を持った悩める父親のお話。思春期。今わざと間違えただろ。はい。ねえ、なんだか毎日同じ番組やってるような気がするんだけど。当たり前じゃない。チャンネルが少ないんだよ、田舎は。よし、じゃあ萌えし、ちょっと僕くんが相談乗るよ。全然頼りないけど。よし、大事な大事な手紙。お姉ちゃん、決心したんだ。僕くんにもいろいろ迷惑かけてごめんね。どうした、改まっちゃって。何を決心したの？このチャンスを生かしてさ、徹底的にダイエットするんだ。いいんじゃない？僕くん困ってる。ああ、同じ会話か。僕くんリアクションに困ってる。ああ、ダイエットか。夏バテのシーズンですもんね。食が細くなるシーズンですもんね。まあ寝よう。とりあえず今日はカブトムシじゃねえ、クワガタ一匹捕まえれたからいいや。うん。もうそんなね、薬注入するなんてそんなひどいことしませんよ。さて何について書く？はい。あ、びっくりした。何もない素晴らしい一日だったって書くのかと思った。最近萌えお姉ちゃんまだまだ元気がありません。乙女心ややこしい。もうややこしいとか言わずに親身になって考えてやれよ。待ってよ、これ自分のこと書けよ。他人の日記をつけてるんじゃないよ。まあいいわ、寝ましょう。いやー、秘密の最終兵器今回のパートで見れるかなって思ったけど無理だったな。まあ今回のパートはこの辺で終わりたいと思います。はいはい、では次回動画でお会いしましょう。さよなら。